今日はもう一個食べてみようかと思います。5月11日5時58分です。さっきのはもう食べちゃったんですよ。結構お腹いっぱいです。で、今回はこれですね、クリームツイストパンでございます。こっちもね、甘々系です。カロリーは366キロカロリーですね。私の基準ではだいたいパン1個350キロカロリーで、まあ太り型なのか、まあまあいけるのかってことを分けてますんで、先ほどのと合わせるとね、これでもうね800キロカロリー、900キロカロリーなんで、今日はちょっと午前中は何も食べない方がいいかなと思ってます。さすがにちょっと運動しましょうね。それでね、カロリー消費しないとね。ということで、クリームツイストパンいただいてみようかと思います。結構な大きさでございます。開かない、クロワッサン生地なのかな、これは。ちょっとパリパリ感がありますね、パンにね。いただきます。特に中に何か入ってるような感じはしませんね。これから出てくるのかな。3分の1ぐらいかじると何も出てこないわ。中にクリームが入ってると思ったんですけど、入ってないですね。これ名前だけですね、多分ね。クリームツイストパンっていう、ドラッグストア4割引、賞味期限5月4日、今日11日、1週間過ぎてますけど、まあ冷凍室になったんで大丈夫。しかもまだちょっと冷たいですね。クリーム入ってない。まあでもこれ箸休みにはちょうどいいですね。パンを3個食べる人は真ん中にこれを食べた方がいいと思いますね。あとこれ1個だけ食べる場合は、まあブラックのコーヒーなり甘い紅茶なりで取ればいいんじゃないですか。そんな感じです。いくらだろう、ちなみに。値段わかりません。ただ4割引きなんで結構安かったんじゃないですか。7、80円のところでしょ。いただきました。